ルケージ・パッリ家の紋章、マリオ・アディノル・フォ・レオポルド・アントニオ・エット・オレルケージ・パッリは、イタリアの貴族、外交官。第5代グラツィア公爵、第10代カンポ・フランコ公。1894年に発足した国際オリンピック委員会の創設メンバーに名を連ねた。南イタリア、両シチリア王国の貴族、第4代グラツィア公爵。 エットーレル・ケージ・パンリとベリー・公爵夫人、マリー・カロリーヌの間の長男として生まれた。母は両シチリア王フランチェスコ一世の娘、ベリー・公爵、シャルル・フェルディナンの未亡人であり、母の前夫との愛の子、シャンボール・ハク・アンリとパルマ・公爵夫人ルイーズは、イフ・ケーシにあたる。一族の伝統にのっとり、1861年に成立したイタリア王国政府外務省に入省。 両親の唯一の息子として、オーストリア下ーマルク州の二つの城、ブルンゼイ城とバインブルク城を相続し、これらの巨城を本拠に国際的な著名人として活動した。ブルボン家との遠赤関係が彼の立場をより重要なものにしていた。1894年の IOC 発足当時は、ザイパルイタリア大使館勤務の副領事を務めていた。 国旗人のピエールド・クーベルタンは創設メンバーの構成として半分は高貴な家柄の出身者、残り半分はスポーツ専門家で締めたいと構想しており、ルケージ・パリのような多言話者の公尺はまさしく前者のメンバーとしてうってつけであった。創設会議に招待されていたイタリア国民体操連盟の代表者は交通費用が出せず会議に出席できなかったため、 ルケージパンディが一人でイタリアの国益を代表する存在となった。彼は IOC の活動をしつつ、より委員会の活動内容に適したイタリア代表となる人物を探し始めた。IOC イタリア代表委員となってわずか3ヶ月後、ルケージパンディはアンドリア校、リッカルドカ・ラファを公認の委員に選び、自らは委員を退いた。また、 マルタ騎士団の騎士にも助任されている。1860年10月7日、ブルーン税城において、ルクレツやルッフォと結婚した。妻との間に7人の子を設けた。h t t p w w w s c h l o s s b r u n n s e e a t スラッシュ化して、ハート、アンドクルーガー。 ナッシングサキシーズ・ライク・サクセスザ・コンテキスト・オブ・ザ・1894アスレチックコングレスザ・ファンデーション・オブザ・ザ・ IOC インスターディオンル29 四十七六十四 h t t p コロンスラッシュスラッシュライブラリー .la84.org スラッシュ s p o r t s l i b a r a r y スラッシュジョースラッシュ johv17n1 スラッシュ j o h v 一七 n 1 k ドット p d f オーストリアだ以降ハインリーヒトオペラ歌手レオポルティネ・ホフマンの帰遷結婚の出生誌ザルムライファーシャイトクラウトハイムーンとディークコー アルフレートの弟、ザルムザルム公、アルフレートの次女、イフアネルイーズの息子パルマ公ロベルト一世と、最初の妻マリーアピアの間の六女。したがって、いとこ同士の婚姻。ベアトリーチェの同母姉は、ブルガリア皇妃、マリーアルイーザ、イボ妹は、オーストリア皇后を打ちた。ありがとうございます。